秀吉は賤ヶ岳の戦いで勝利し、信長の後継者の座を確実なものとした。これに対し信長の次男信雄は三河の徳川家康と結び、結果秀吉家康の両者は対立を深めた。かくて両軍は小牧長久手に土塁を築き、睨み合いが始まる。家康との戦いは避けられない。秀吉は皆が笑って暮らせる世を作るため、かつての戦友家康と戦う決意を固めた。ネネもまた愛する秀吉のため小牧長久手の戦場に立った。天下は私が支えるよ。私はお前様の妻だもん。第4話、小牧長久手。